いやー、はるかさん早かったですね、はい、さっき練習、ちょっと全力出しちゃいました。びっくりしましたね、まさかあんな温存してるとは、はい、この後また早いやつやりますけど。あ、そうなんですね。ビーチフラッグです。ビーチフラッグ、はい、自信ありますか？なんか起き上がるやつです、ね、起き上がるやつです。あ、その辺はちょっと苦手。短距離の方が苦手なんですか？そうですね、でもまあ私がね、誰よりも多分腕立て伏せやってるんで。現役の女子プロレスラーですからね、はい、じゃあもう僕らね、ニューシャンチームかなり負けてるんで、ここで負けたりしますんで、はいはい、頑張ってきてください。はい、じゃあちょっと挑戦させていただきます。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは位置についてください。手を叩いた音に反応していきますからね。いきますよ。まずは女性上位2人が決勝へ進みます。位置について、よーい、スタート。プロレスラーに勝ちました。勝ちました。イエーイ。それでは行きます。イエーイ。どうだ、どうだ、1、2、3、1、2、3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 、はい、トサケンようやく掴み取りですよ。やっぱね、トサケンなだけあって、トサの狂犬、トサの狂犬ですよ。まあね、噛みましたね。犬だけにね。犬だけに、はい、ワンワン、うまい、うまい。さあ行ってみましょう。500円ゲットできる、ね、出てないです、まだもらいます。はい、選ばない、選んでない、選んでない、ちょっと掴めない。はい、来た、来た、さあ、おおかしい。戸田選手、おかきゲット。やったー、ちょうどよかったじゃん。あー、じゃあちょうどよかった。嬉しい、おめでとうございます。おかきゲットです。さあ、2位のジミーさん、もうろくなもの引いてないから、もうついにもうここで僕500円引きますよ。よし、行きますよ。えぇ、ちょっと、おい、ちょっと待って、まんまと何も入ってないです。
ちょっとちょっと美味しい。ちょっと嘘でしょこれ。美味しい。ちゃんと見せてください。ちゃんと見てください。また空っぽじゃない。ちょっとこんな空っぽね、こんな2枚も取るってありますこれ。これだけ頑張って。そうね。唯一取ったら僕まだ偉人ですから。偉人ですからね。3回も引いてるのに。素晴らしい。さすが芸人。さあ高島さん取ってましょう。初掴み。初掴み行きましょう。さあ最高齢還暦の選手です。お。お。100円。いやよかったですね、100円ゲット。変なハゲット。さあ、まだ500円玉こちら残っておりますんで。さあ、続けていきたいと思います。さあ、続きまして、バットぐるぐる競争をやります。あ、ぐるぐるバットね。もうバラエティの定番ですね。定番ですよ。定番だ。これ、マリアさん、今日の走り見てると、はい、ちょっと得意そうな感じですね。そうです。私も実は中学の時にソフトボール部で、4番で、ピッチャーで、キャプテンやってたんで。マジでだから、こういう、もうバットとか、ボール使うとか、そういうのは慣れてます、ね。あれ、偶然ここ3人ちょうど部活ですよ。部活でやってた野球部、中学部で。野球部。そうそう。じゃあ、やってました。ここはね、戸田選手負けられませんよ。負けられないですね。で、うちの選手の順番を、戸田君が決めて、はい、マリアさんは、はい、あのお笑いチームの順番決めてください。あ、わかりました、うん、もうジミーキャプテンは交番ということで。交番キャプテンはなんかもう目に虫が入っちゃってからちょっと元気がなくなっちゃって、全然ここに現れなくなりましたけども、ジミーキャプテン、ね、OK です。さあちょっとじゃあ今まで結構お笑いから決めてたんで、はいはいはい、あのミュージシャンチームから先に。じゃあ戸田選手お願いします、はい、決めていただいて、うん、もう一番手はね、うん、僕ですよ。エースいきますね、はい、マジでもうここ初戦取らないとやっぱりまずいんで。あ、お願いします。なるほど、はい、じゃあちょっとここは先ほど戸田さんに勝ったポールコちゃんいきたいと思います。また20代対決ここで、ね、もうね天敵だと分かってますんで、こちらは分かりました。ちょっと嫌な気持ちになりました、はい、さっきの、ね、敗北を思い出しますからね。思い出しましたね。はい、はい、じゃあ2番手。2番手自衛隊です。自衛隊。お、西光太郎選手。西光太郎です。じゃあ自衛隊との絵が見たいということでフェアリーさんお願いします。おフェアリー、フェアリー来ましたね。フェアリーさん、さあ中堅、中堅アッキーさんで。アッキー、実はアッキーさんが地味にチラチラ見てるかもしれない春風さんを。おお、やらしいので見て。私はちょっと休憩中とかチラチラ見てましたからね。やらしいな。さあ副将ですよ。副将、はい、悟さんですね。あ、悟さん、はい、悟さんですか。わかりました、お願いします。はい、じゃあちょっと悟さんに対してはちょっと私さっきのリベンジさせてください、お願いします。マリアさん、はい、いきますか。はい、さっきの目つぶり対決で一瞬で負けましたんで次は勝ちたいと思います、はい、さあそうすると対象が、対象はあなたです。私ですか、はい、となると対象対決は、はい、はい、復活の対象ジミーさん、最後決めてください。負けねえぞ、頑張ってね。そんなのんびりやめてくれ。負けねえぞ。額にバットのグリップつけます。こういう状態ですね。で、あの数数え人が1人ずつついてください。10周します。こう、はい、こう回ってここ戻ってきて1です、はい、これはちゃんと仲間がカウントしてください、はい、で10周し終わった人からあのラインに向かって走ります。あ、確かにクラクラしますね。そっちじゃないです。火を起こそうとしてるじゃないです。切りもみ式になってるから。じゃあもし火が起きたらじゃあここでみんなでキャンプファイヤー、キャンプファイヤーでエンディングありがとうございました。終われるか。それでは位置について、よーいスタート。1、2、3、4、5。あー、クラケアすごい。頑張れ。8、9、あと1回10。逆立ちしてません。なんか普通に僕負けっすねこれね。戸田選手の勝利です。はい、マジか。余裕でしたね。余裕ですけど、はい、僕もなんかやればよかった。羽根が羽根が浮かってる。あと1回フェアリーさん。今回転ばなかったね。転ばなかったです。よかった、まずそれだけでもね。ちょっと
何もなくコメントできない。できない。芸人チーム今2敗ですからね。やばい、恥ずかしい。やばいよ。ちょっとこれ苦手なんだよ。大丈夫大丈夫。こんな運動に向いてないズボン履いてるやつだよ。オッケー、やったるわ。肘についてよーいスタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、あと1回、あと1回、いける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 。名勝負。おはるかぜさん勝った。ちょっとなんだ。え、どうだった。え、どうなった。やったよっしゃ。ここどこだ。どうですか。よく立ったね。これは今日酒が回りますよ。マジで先に酔っ払っちゃいました。ねえ、オッケー、ナイスラン、ナイスラン。あなた回りながらゴールしそうだと思う。60歳には負けないんで、すいませんが、ごめんなさい。バットさえあればこっちのもんだ。位置について、よーいスタート。1、2、3、8、5、6。いけます。どこ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 、これはどこどこにつけばいいんだ、これ。どこ。勝ちましたよ。やりましたね。ナイスラン。地球は回ってるぞ。すごい、地球は回ってる。名言いただきました。ナイスランス。ありがとうございます。もうどこにいたかわかんない。無理です。もうこれうちら勝ちでいいんじゃないですか。いや、8か。いや、ちょっと待ってくださいよ。どうすれば助けてくれるんですか。何すればいい。それはね、僕らさっきやりました。そう、まあ、脱げばいいですか。仕方ないな。脱げ、仕方ないな。仕方ないな。ちょっとだけよ。興奮してます。あれ、秋興奮してる。え、あれ、あれ、興奮してたんだよ。ケツバット。いいのがあるんですよ。いいのがあるんです。パットが。あ、パット。パットで後ろ。ちょっとケツバットも天才がいるんですよ。あの、スナップが効いてますからね。頼み込むスタンスでケツバットさせて。いいですね。頼み込む。それでアッキーがイエスかノーかで。あ、判定。僕は判定です。この気持ち、誠意の気持ちを感じるわけです。イエスかノーか。イエスかノーか。お願い、トルコ。お願い。すいません、芸人チーム対象戦。はい。やらせてほしいんです。どうか、どうかもう一戦お願いします。あれ、あれ、ノー。トルコちゃんのね、トルコちゃん、もう一回ちょうだい、もう一回ちょうだい、優しかった、もう一回ちょうだい、もっと気持ちは感じたの。もう、うん、なんで、なんで選手交代、なんで選手交代。じゃあこれでやっていいですか。これでいい。ちょっとやっぱこういうのは本当気持ち込めてやんないと相手に伝わらないと思うので、ちょっとアッキーさん本当にお願いします。本当にね、本当にお願いします。ちょっと本当にお願いをするので、ちょっとケツ向けてもらっていいですか。終わりました。じゃあ気持ちを確かめましょう。なんでこの人こんなに叩かれたいの。OM ですか。じゃあアッキーさん、芸人チームにもう一試合やらせてください。ゴール。ホームラン。これはいい音。よし、イエス。気持ち納得のイエスですね。気持ち伝わりました。ありがとうございます。ありがとうございます。食いすぎた。ありがとうございます。完璧。リーダー頑張れ。リーダー、位置について、よーいスタート。10 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 10
どうしよう。ちょっと待って。当てた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 。よっしゃー、やったこれが本当のシコの美容器。ちょっと待って本当に回ってるんだけど、ちょっとやばい。あれ、あ、待って、僕今地球にいます。今あれ、ここは宇宙ですか。青空が綺麗だぜ。起き上がれない。リーダー、起き上がれない。リーダー、やったー、最後決めたぞ。いやいやいや、ちょっと待って、なんで言えないの、なんで言えないの、やった、やった、やった、ちょっと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 、なんで言えないの。イエーイ、仲間外れされた。リーダー、ありがとうございます。頑張ってよ。いや、これ悔しいね。申し訳ない、向かえない。キャプテン、申し訳ない。しょうがない、しょうがない。ケツバットされとんじゃねえかよ。ケツバットされとんじゃねえかよ。あれが一番のトレだ。されとん、されても負けてんじゃねえ。結構ね、みんなわざとこけてんだなと思ったら本当にリアル。いやいや、あれガチだから。ガチや、ガチだから。ちゃんとガチだから。ガチやってんのよ。まだ脳がクラクラ。ちょっと待ってください。これはね、はい、今一応今の大将戦は負けましたけど、はい、本当はここから一番優れた人を選んで、はい、本当の決勝戦あるんですよ。ほら、それがやっぱ勝った方が勝ちです、これは。ちょっと待ってよ。負け惜しみみたいな。初めて聞いた。初めて。最初からプログラムの普通になってる。誰が行きます？じゃあ私が。おお、頼んだよ、ポルコ。よかった。いける、いける、いける、ポルコ。いける、いけるね。アッキー、そうか、アッキーだったら笑ってるんで。よっしゃ、大間ケツで見せたら。この本誰がね。位置について。よっしゃー、やったー、ポルコ、やったー、決めましたね。やったー、回って3半期間やばかった。回ったらダメだった。ポルコありがとう。じゃあ胴上げしますか。グラグラになっちゃった。やったー。いやでも本当にかっこよかった、最後は。よかった、文句なしだわ。1回目で慣れた。逆回りでしたんですよ。それでやりました。やりましたよ。もうこれで文句ないでしょ。もう文句ないです。ポルちゃん、ポルちゃん、ありがとう。ポルちゃん見事に。だってうちのね、あと11周してるんですよ。もう今の勝利もお笑いチームの勝利です。やったー。さあ、じいさん、結果発表ですよ。まあいろんな競技やりましたけど、ミュージシャンチーム2勝。お、2勝。はい、お笑いチーム5勝です。おぉ、イエーイ、5勝です。おぉ、これうちらのもう総合優勝じゃないですか、これ。そうなんですけど、はい、でもやっぱりお約束があるじゃないですか。最後の競技に勝った方がやっぱ勝ちだと思うんですよ。いやー、ちょっとどう思います、芸人チーム。いや、ちょっとそれは甘い気はしますよ、ね、甘い。世の中そんな甘くないですよね。そんなやすやすと、はい、じゃあバラエティのお決まりなんでとか言ってさらっとやるほどの、こっちは命かけて今まで戦ってないんで、はい、命かけて戦ってますんで。本当にそうなんですよ。じゃあそこまでね、マリアさんも言うなら、はい、うちから2人生贄出しますんで、はい、お、生贄。あの、思いっきりのケツバットを。ケツバット、はい。今日まだ1回も叩かれてない人いるんですよ。あら、誰だ誰だ誰だ。最年長佐藤。おお、あら、いや大丈夫ですか、大丈夫ですか。そして全然途中から喋らなくなった自衛隊員。ちょっともうちょっと仕事しません。ちょっとこの2人が思いっきりのケツバットを受けるんで、なんとか、あの、最終レースやらせてもらえないですか。それだったらまあ僕は考えてもいいかなと思いますけど。なるほどね。ちょっと芸人チームのみんなどうですか。あ、じゃあケツバットされて、うん、いてててのは、
もうその余韻に浸る間もなく春風さんのあビーター、あーいいですね、いいですね、ダブルパンチ、ね、ツーコンボで、このダブルパンチだったら OK ですよ。わかりました。佐藤さんと幸太郎さんどうですか、その条件。飲んでもらわない。私ははい大丈夫です。大丈夫ですか。佐藤さん行きましょう。おお、60歳がもう頑張りますねこれ。いやもうここまでしてくれるんだったらじゃあいいでしょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあということで、ケツバット、あれ金属バット。さあ行くぞ。ケツバットするぞ。これくらいはお願いしますよ。お願いします。じゃあこれで行かせていただきます。じゃあ最初さあ、じゃあ行きます。はい、お行くぞ自衛官。よっしゃよっしゃ行ったよっしゃ、よろしくお願いします。よっしゃよっしゃ、よっしゃ、ありがとう。すごいいいっすか。はいよ、還暦でも関係ねえからな。はい、行くぞ。よっしゃよっしゃ、行った行った。お願いします。いいでしょ、いいでしょ。じゃあ最終レースはあの陸上の花形リレーで決着をつけさせていただこうと思います。はい、じゃあこれもまたあの順番超重要なので、はい、それぞれチームミーティングいきましょう。はい、お願いします。キャプテンどうしよう。ここでもう一気に差つけて、そっちの会議早かったですよね。いや別にもう結構ハムがいってんのってことはやっぱポルコちゃんまだ。じゃあ行きましょう。じゃあトップ行きます。じゃあ最初女子3人で行って、で全力で、全力で、でジミさん、うん、ジミさん早い、うん、絶対ジミさん、うん、コーディー。じゃあ順番的には1番、はい、あじゃあ並びましょうか。私家でもいいですか。いいよいいよ。1、2、3、4で5、私がアンカーを務めますよ。よっしゃよし、じゃあ高川キャプテン、はい、どうしよう、このバランス見てさ。いや、ここはやっぱり、うん、疲れてもボケが重いから高島さんから行こう。あ、そうか、高島さんから行こう。ここ、はい、はい、2番虹色の空、秋田行きますか。はい、で、僕4番で、4番でですか。行きます。本当にいいですか。はい、じゃあこれでキャプテン、アンカー頼ませます。はい、じゃあ1、2、3、4でアンカー。あ、叩かれてるんで有利かもしれない。もうブーストかかってますもんね、今ね。エンジンかかってるからな。はい、うんうん、ここまで来ればいいですね。そうですね、一周ここで帰ってきて、でそっちに抜けていただいて、この四角を守ればいいんですよね。はい、こうやって構えて、でタッチでバチンって音がすれば、バトンは特になしでただタッチ。はい、いいよいいよいいよ、いい勝負いい勝負いい勝負だ。めちゃくちゃいい勝負。ええやんええやん、けんいけてるいけてる。 OK、 いけー春風、頑張れよ。負けてない負けてない。同時同時同時、この人が通過したら。あ、そうかそうか。ありがとう。今度が可愛い。マヤさん、ちょっとどんくさいよ。うるさい。メアリーさん、メアリーさん、いけ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 、メアリーさん頑張って。いけるいけるいける、メアリーさん、メアリーさん、メアリーさん、装飾が多いから、メアリー、メアリーさん光ってる、やばい、メアリーさん、メアリーさん、メアリーさん、後ろ光ってる。優勝はやっぱり我々スタジオ3地区チームですよ、ね、3勝しかしてないじゃないですか。こっち5勝してるんですけど。ちょっと納得いかないですねこれね。でも、ちょっと今痛い思いまでしましたから。確かにね。いやー、納得いかないな。これは見せてもらわないと納得いかない。納得いかないですね。でもね、でも勝った方が勝ちだ。いやー、じゃあちょっとすいません、
うちから生贄2人出すんでもう1回やらせてもらえませんか。生贄どうでしょう。生贄はジミーさんとフェアリーさんです。おーい、お願いします。ありがとうございます。まあ、こういったところ同じ流れで春風さんにクラッシュして、味方にいいんですかね。味方なのは私は味方を味方に蹴ったんだ。熱バットは複雑だな。マリアさんの、だってあのスイングはマリアさんしか見れないから。生贄ありがとうございます。生贄ありがとうございます。フェアリーさん、満身創痍なのにすみません。いきます。おー、今フェアリー、お願いフェアリー。これは面白い。これはいいですか。やったねえな、キャプテンの。じゃああれを打たれ強さを見せますよ。じゃあ、はい、これで、ね、決めますよ僕らも。いやフェアリーさん面白かったな。フェアリーさん面白かったな。面白かったな。おめえ、ちょっとこれはいろんな意味でプレッシャーがかかってる。キャプテンごめんなさい。キャプテン頼みますよ。はい、うん、いきます。このいやーいたいた、ちょっと待って、今日からもう一度やらせてください。えっ、ワンヤフー、これで終わらせていただくことできますでしょうか。これはキャプテン、どうですか。やりましょう、やりましょう、やりましょう。半周フェアリーさんだけ、その3点だけ。ああ、フェアリーハンデを。じゃあ、フェアリーハンデ、大事な、もう見た目だけでハンデがあるから。フェアハンデお願いします。フェアハンデ、わかりました。じゃあ2番手いきます。2番手、待って、ちょっと暗くなってるから、待って、ちょっと羽が光ってきてます。これはもう、ちょっとよ、これは勝利、ね、勝利確定です。これ一番の取り高でしょ。あれ、フェアリー本気出す、フェアリーだからこれで。今日はなかなかいい活躍はできませんでしたけど、まあ、ビンタとケツバットいただきましたんで、ありがとうございました。またケツを鍛えて出直してきます。お願いします。ありがとうございました。はい、やっぱりケツバットが一番印象に残ってます。まあ、次回も頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます。疲れました。それだけ？あの、疲れました。もう勘弁してください。はい、ということでね、これはまあ今回初めてのね試みで、いつもは3地区内だけでやってたんですけど、お笑い芸人さんたちがこんなに面白くしてくださったんで、今後ともちょっと続けていきたいなというふうに思います。ありがとうございました。はい、本日の運動会の分かったことは、フェアリーは今後リアクション芸でいきたいと思いますので、どうぞよろしく。新曲開催。楽しかったです。明日は負けないように頑張ります。
日やらんの。試合ぐらいビンタができて楽しかったです。勝負に負けたけどケツバットいっぱいできたんで楽しかったです。ありがとうございました。いや白熱した運動会になって本当に楽しかったです。あとケツバットとビンタは本当に痛かったです。うわ一生忘れられないぜ。えわーよ。ありがとうリーダー。すいませんね、息上がっちゃって。はい、一番の決め顔いきます。はい、チーズ。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。